イエール大学、イエール大学、英語、イエールユニバーシティは、米国コネチカット州、ニューヘイブン市に本部を置く、1701年創設の、私立大学である。アメリカ東部の名門大学軍、アイビーリーグに所属する8大学のうちの1校である。世界最高峰の大学の一つとして数えられ、5人の、大統領、19人の米国最高裁判所、判事、 49人以上のノーベル賞受賞者、5人のフィールズ賞受賞者、500人以上の米国議会議員、247人のローズ小学生、119人のマーシャル小学生を輩出している。創設当初の名称はザ・コリー・ジェット・スクールであったが、東インド会社総督だった特殊傀来ヒューイエールにちなみ、1718年に、 現在の名称へと変更された。その後、20世紀初頭に、シェフィールド科学学校を併合した。イエール大学、エール大学と訳されることもある。イエール大学は、植民地時代の創立で、アメリカ合衆国に現存する大学としては、ハーバード大学、ウィリアムメアリー大学に次いで3番目に長い、歴史を持つ。プリンストン大学総長は、 初代から第三代までイエール出身である。1701年にコネチカット植民地議会ゼネラルコートによってコネチカットのコリージェットスクールとして設立が承認された。創立当初の短い期間はボストンとニューヨークの間に位置するコネイカット州とオールドセーブルックにあったが、1718年に約4 0トルほどニューヨーク寄りのニューヘイブンウズリ橋に至る。 同志はニューヨークから北東へ 110km ほどに一致している。同志が面している海は実際にはロングアイランド島との海峡であり、大西洋には直接面していない。大学は町の中心部にあり、この町の住民にとって最大の職場となっている。1969年になって初めて女子、当時は社会的地位の意味でマイノリティが学部に、 受け入れられるようになった。2013年にシンガポール国立大学ニュースと提携してオシンガポールに開校した。1993年から IB リーグ史上最も長く学長を務めていたリチャード・レビン。1947年4月7日生は2013年6月30日に引退し、新学長には心理学者ピーター・サロベー。 1958年生まれが就任した。イエールカレッジ、総合学術大学院、専門大学院、設立都市順に、医学、進学、法学、芸術、音楽、林学、環境学、看護、演劇、建築、経営から構成される。1701年、設立。学部レベルの教育が行われており、学士号、BA、 B.S. を授与している。全寮制のカレッジ制度が取られており、学部学生は14のカレッジのいずれかに属することになる。1847年に北米最古の学術大学院として創設され、1861年に北米の大学としては初の博士号、PhD を授与した。現在、約2300人の大学院生が在籍しており、 その3分の1が外国人大学院生である。博士号、PhD 及び修士号、m h i l M.A., M.S. を授与している。1869年に芸術大学院として設立され、1952年に芸術、建築大学院となり、1972年に芸術大学院と建築大学院に分離した。芸術学士、 マスター・オブ・ファイにアーツを授与しているほか、芸術専攻の学部生の教育も担当している。グラフィックデザイン、グラフィックデザイン、絵画、ペインティング、プリンメイキング、写真、フォトグラフィー、彫刻、スカルプチュアなどを学ぶことができる。US ニュースランキングスの大学院ランキングでは、芸術学分野で全米一位となっている。2016年、1894年に、 音楽大学院として設立。音楽修士、MM、音楽学修士、MMA、音楽学博士、DMA を授与しているほか、音楽専攻の学部生の教育も担当している。1901年に、林学大学院として設立され、1972年に、現在の校名になった。林学、MF、森林科学、MFS、環境学、 MESC、環境経営学、MEM の修士号を授与している。1924年に演劇学部が設立され、1955年に演劇大学院として独立した。芸術学修士、マスター・オブ・ファイン・アーツ、芸術学博士、ドクター・オブ・ファイン・アーツを授与しているほか、修了証、サーティフィケートを授与している。イエール・レパートリー・シアターなどで学生による演劇が、 行われている。伝統や格式を重んじるとされている、アイビーリーグの中でも伝統的な部類に入ることで知られている。大学の蔵書数は1100万冊を超え、大学図書館としては世界第2位、1位はハーバード大学。蔵書の約半数はゴシック様式の巨大なスターリング記念図書館、地上7階建てで各階が2層に分化ているに収められている。 壁面が大理石で覆われた売ネキ記書本、原稿図書館には、グーテンベルク聖書はじめ数々の貴重な資料が所蔵されている。キャンパスは、イギリスのオックスフォード大学やケンブリッジ大学を模した石像のゴシック建築の建築が多く、世界で最も美しいキャンパスの一つとされている。教会のような形をした地上7階建てのと呼ばれるスポーツ施設や、 首労のをはじめ、キャンパスには、シンボル的な建物や庭が多い。十分な数の教会を所有していた、イエール大学側は、スポーツ施設の建設規模をしたため、大画乱のような外観のジムが建設されることとなった。イエール大学の基金は、254億ドル、2017年、であり、大学基金として、ハーバード大学に次いで、第二位の規模とされている。にした。 ペリーの黒船に東大学関係者が随行して以来、東アジア研究が盛んであり、とりわけ、浅川寛一が築いた日本研究は、現在も続いている。2000年から理系学部の教科に10億ドル以上の投資をしており、2008年に新たに創設された、イエールウエストキャンパスを通じての生物学の研究施設の拡張、2019年に完成予定の、 自然科学の総合研究施設建設始めた数の研究施設を増設、近代化している。1960年代からが付属し、日本とも学術的な交流を深めている。卒業生から5000万ドルの寄付を受けてセンターにはしており、国際問題の実務専門家を講師に招いている。IB リーグのアメリカンフットボール最終戦は、 伝統的にハーバード対イエールであり、ザゲーと呼ばれている。教育、研究、卒業生の活躍においても、ハーバードの最大のライバルして有名であるが、両校の交流も盛んである。ハーバードが学問研究の中枢として語られるのに対し、イエールはこれまで5人の大統領を輩出しているのを、引き合いに国家権力の中枢として語られることもある。また、 格式の高い大学として有名であり、グレート、キャッツビーなど文学作品では、上流階級やエリートの象徴として描かれている。さらに、2004年大統領選の主要候補6名の、うち4名が、イエール出身であるなど、近年の政治家の輩出においては、全米で脚光を浴びることが多い。ビル・クリントン元大統領、ジョージ・ W ・ブッシュ元大統領、 ジョージ・ H.W. ブッシュ元大統領、ヒラリー・クリントン前国務長官も、イエール・ロースクール出身である。その名神が勝った象徴として、アルフォンソ・タフトラにより結成された秘密結社、スカル・ボーンズが頻繁に引き合いに出される。イエールには、格式の高いものからそうでないものまで多くの秘密結社が存在する。キャンパスに点在する。 窓のない建物の多くはそうした秘密結社のものである。イエール大学のマスコットは、ハンサム、ダンという名のブルドッグである。アメリカンフットボールなどの大学のスポーツチームは、イエールブルドッグスをチーム名としている。モットーは、ルックスエベリタス、ラテン語、光と真実である。アメリカで最初に設立されたハーバード大学では、単に、ベリタス、真実であったが、 ハーバードの世俗化を批判して創設されたイエールでは、これにルックス、光を付け加えた。US ニュースランキングス、学部課程のランキングでは、毎年ハーバード大学、プリンストン大学と共に3位以内に入っている。これら3校はと呼ばれる。2006年度には、イエールの学部課程の合格率は一桁台で、全米で最も低かった。イール大学は、米国内だけでなく、 世界でも最高の名声を得ている大学の一つである。イギリスのタイムズ氏が発行しているザ・タイムズ・ハイヤー・エデュケーション・サプリメントの世界の大学ランキングでは8位、評判ランキングでは8位である。2016年度、科目別ランキングでは社会科学分野で世界3位、生物学で世界7位である。また、サイエンス・サイテーション・インデックスランキングでは イエール大学の工学研究の引用数や研究水準が全米1位にランキングされている。自然科学分野でも多くの専攻で、全米ランキング及び世界ランキングの最上位を占めるのは言うまでもないが、人文科学、社会科学分野での評価がとりわけ高く、経済学、歴史、法学では全米1位である。大学院レベルでは、特にロースクール、法科大学院が、 全米最難関として知られ、QS 科目別ランキングで世界4位、タイムズハイヤーエデュケーションランキングでは世界3位に位置づけられている。学生数は学部、大学院合わせて約1万1500人、ハーバードは約2万1000人であり、約2分の1。大学院研究中心のハーバードに比べ、イエールは学部教育を中心としているため、大学院の規模は、 ハーバードの方が大きい。その他にも、ノーベル賞受賞者、上院議員、連邦最高裁判所判事、実業家、大学教授等を含め著名人多数。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。